痛い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 。あたたたたたた。よっしゃー。これは。よし。ちょっと網でガサったらいいかもしれんな。巨大ザリガニ。そいつを取るだけ。幻の巨大ザリガニはいないな。いないな。ここ生物がいないのかな。本当ですか。あそこにおると思うんだよ。うわー、なんだ、カワムツか。カワムツか。カワムツだ。逃げなさい。巨大ザリガニなんかおらんがな。ミキおらんで。おらんすね。甘辛いな。すごい。ちょっと深いな。いないな。これカジカっぽいな。ちょっとカジカっぽいよね、うん、模様がね。カジカだな。これカジカっぽい顔つきなんだよな。どうですか。誰かになかなかいないわ。セーブするの。じゃあそこドーン行っちゃおうか。多分ここおるで。ここはおるで。ブラカナがおるね。あ、うわー、カエルの巨大ガエル。これはちょ、専務。いや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 。このガエル見たことある？色がこういう山だ。変色したの。カエル色変えるから。毒ねえかこいつ。いや、ちょっと待って。本当に、うん、うわ、待って待って。何こ聞いてんだよ、ここにおるって。あ、かれこれやってますけどね。カワムツはいっぱい取れるよ。カワマツ以外取れないというね。オオザリガニ。オオザリガニが、オオザリガニ。うわ新種かこれ。なんだこれ。アブラハヤか。どうる魚。カワムツですね。カワムツしかいないです。ピャピャ。日本だけど、ここに1メータークラスのザリガニおるって聞いてきたん。おらんかな。なんか取れた。お、うわ、ザリガニ。ザリガニやったー。おい、オッケーオッケー。これこれこれ、オッケー。やったこれ。ちょっと専務、専務ちょっと色が違うね。専務ちょっとこれこれ、ちょっと専務、これを探してたの。これがまだ子供。子供だ。これはね、日本ザリガニっていうか、俺はこいつのことタスマニアオオザリガニって呼んでる。うん、まあ別名内田ザリガニかもしれない。おったねー。チャガエフやったー。おるぞ。全く違うでしょ。生まれて初めて見ない。これ初めて見た。こんなん見たことないでしょ、うん、アメリカザリガニと全然違うのよ、うん、こいつがね1メーターにはならないけど、これ食べれるらしいよ、みんな。うわ、痛い痛い痛い。感動。これはすごい。これ内田ザリガニとか幻のザリガニだよ、うん、外来種。うわー、やった。かれこれやったよね、いろんなポイント。やるね。ちょっとこの辺おるからやって。あった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 。よっしゃあ。おっと、あ、本当巨大や。ちょっと大きい。これはフレッシュ。クレイフィッシュだよ。おるんだ。
これを取るために何時間かけてここまで来たことか。こいつはすげえ。立派っすね。かっこいい。かっこいい。ハサミが。やばいね。内田ザリガニかな。これは貴重だよ。ほら、日本ザリガニみたいでしょ。アメリカザリガニとは全然違う。痛い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 。こいつ手、パワーすごいわ。すげえ。ちょっと、すいません。ちょっと、捕獲させて。ほら、2匹目。よっしゃ。色が違うな、やっぱり。うわ。すげえ。うわ。うわ。これ、デカカワムツまた取れた。え、なに、取れた。おお。ちょっとちっちゃいですけどね。ナイス。絶滅危惧種じゃなくて、これ外来種ね。外来種で、あの、これを持って移動禁止という。はい、だからこれは一回観察したら、それを、痛い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 。そう、手がちぎれる、手が。3匹目。1匹。あれ、交尾してる？やばいな。やった。みんなこれ絶滅危惧種の本物の天然メダカでしょ。ちょっと待って。本物の天然メダカ取った。絶滅危惧種。絶滅危惧種取った。よし。ゲッツ。最大サイズ。でかいのか。これはでかい。取った。フェッシュ。フェーシ取った取った取った。なになになに水。フェーシ。おあ、でかい。でかい。やっぱり日本のアメリカザリガニと全然違うね。なんか日本ザリガニっぽい感じの、ただ骨格が強い。茶色っぽい色してるね。ねえ。ちょっと太い、それでなんかちょっと。伊勢エビみたいな、ロブスターみたいなね。これみんなどう？生まれて初めて自分はこれ捕獲しました。まだ取れた？取れましたよ。めちゃめちゃおるやん、ここ。ちっちゃいですけどね。オッケーオッケーオッケー。これアメリカザリガニじゃないね。形が違うでしょ。これは結構すごい。ほら。やーべえ。こいつは立派だね。感動してきたぞ。よっしゃー。取れたね。うぞうぞうぞ。2匹おるぞ。え？チビザルと。わあ。やばい。あ、なんかちっちゃい魚もいる。ちょっとこっちに捕獲しよう。これ日本ではいないでしょ。アメリカザリガニとはやっぱり違う。この骨格感動です。可愛すぎる。これはすごい可愛い。もうこれね、日本に70年ぐらいいるんでね、これを持ち運んでどっかに移動してやるとかいうのは犯罪に当たるそうです。これあ、なんか魚とでっかいフグが。なんだこれ。これ松の実ね、これは。ちっちゃいちっちゃい。どれどれどれ。可愛いやつが。おう。めちゃめちゃおるね、ここ。これアマゴやろ、これ。アマゴじゃない、それ多分。アブラハヤかなんか。網で持っとるから。コロコロ流れてった。流れてったって、大きいやつが。今俺もそこにおったら逃げられた。はい、ちっちゃいの捕獲。ほら。オッケー。キャーすげえ。うわ、なんか変なの入った。あれはやべえな。大ムカデ大ムカデ。これはやばいよ。だから噛まれたら危ないよ。よいしょ、オッケー。こいつはいい方だぞ。
生虫いないな。寄生虫いないね。岩の下だ、キーワード。でかすぎ。結構取れましたね。オッケー。なんかこれがメスっぽいんじゃない？ん？色の違いじゃない？こっちはこんな色だね。ハサミがちょっと 細、うん、細いやつ、ちょっと太いやつ。これ色が違う。これがオスでこっちがメスじゃないのかな、ちょっと。あ、ほんとだ、ハサミがでかいね、これ。こいつはね。薄っぺらいような方がメスじゃないかな。ほんとだ。でも逆のパターンもあるよ。まあね、こっちがオスで、でかいのがメス。うん、これハサミ字がちっちゃいもんね。こいつはごついもんね、うん、そこで見分けるんだ。ここになんか生殖器とかあるのかな。何、カエル？ああ、入り表大山カエル。ちょっと開けて開けて。大谷さんの名前なんですか。なんだこれ。これは入り表大山カエルかな。これ絶滅危惧種の可能性あるから。初めて見た俺は。何これ、何ガエル、ヒキガエル？わかんないですよ、カエルは。イリオモテヤマネコかな。ヤマネコ、ヤマネコ落ちた。これすげえ。うら。30匹ぐらいですか。もっといるんじゃない。ちっちゃいのが多いね。でかいのがもうほんと数えるほど、この極大サイズが。こいつがかっこええ。青色だもんね。茶色と。感動だね、今回の映像。じっくり観察。ちょっとこの中に入れてみ。ちょっとごめんね。ティッシュペーパーでこういうの拭かないかんだけど。ビッグフィッシュ。ちょっとその薄いような色がメスじゃないのかな。なのかな。ちょっとハサミの形だと思うんだけどね。なんだろうね。なんか違いはハサミの形っぽいよね。あ、またコビコビコビね。ただ狭すぎて重なり合っとるだけだった。いや、俺は俺はタスマニア大ザルガニです。食べれんだよ、うん、確かに食べれそうやね。皆さん、これが貴重な。なんで青色するんですか。青色クレイフィッシュかな。あ、すごい。しかも形が全く違う、サワガニと。色が茶色い。ほら、普通のサワガニじゃないこれ。タスマニアオオサワガニ。タスマニアオオサワガニ。皆さん、これがタスマニアオオサワガニです。逃げなさい、タスマニアに帰りなさい。